はい、こんにちは。次郎です。浅野次郎です。今日は、このコロナ騒動で、なんや、株で大損とか、破産がどうのこうのとか、そういう結構、どないなんね、もう暴落や、みたいな、そんな中でね、ちょこっと見てましたら、いいサイトがありましたんでね、ちょっと紹介させてもらいます。どっか法律、弁護士さんやね、法律事務所。ここでね、株式投資の信用取引で借金付け自己破産ができるのか、っていうことですね。株 FX 自己破産できるのか、株式投資で借金ができたという話はよく聞くかと思います。これね、こう結論から先書いてあるね、株式投資で借金ができたという話はよく聞くかと思います。しかしそれは株式投資の信用取引の場合です。まあ信用取引じゃなくてもね、破産する人おると思うんだけど、まあこれギャンブル性が高いいうことじゃね、信用取引、その3倍、ここにも書いてあったね、3倍のレバレッジで取引するんで、そのマイナスになる可能性が非常に高いことじゃね。で、結論から先書いてあるんで、そこで膨らんだ借金はどうすればいいのでしょうか。よくギャンブルや株式、FX など投機でできた借金の自己破産できないと聞きますが、実はそんなことはありません。多くの場合は裁量面積により自己破産することができますっていうことなんですね。これね、いや本当に、私は2回破産してますねけど、大概はこないかありますね。ギャンブルや株式、FX などでできた借金は自己破産できないって大体書いてるかな。ほんでなんか相談はうちにしてくださいみたいな感じで、不安を煽って、あれするっちゅうサイトというんかな、は結構いいんですけど、ここはもう鼻からね、ちゃんとその、実はそんなことありません。自己破産することができますってちゃんと書いてあるんでね、ちょっと案内したいなと思ってね。いや、ほんまそうなんですよ。それがたとえ借金がね、株で大負けしたとかね、ギャンブルで作った借金とかね、女遊び、お姉ちゃん、キャバクラなんか知らんけど、女遊びでできた借金、まあ、浪費やね。その借金、何保証人になるとかね、会社潰れるとかね、そんなこと以外はもう自分ではもう浪費しかないと思うんですよね、そんな借金するやつなんて。でもね、それをこの裁量面積により救済してくれはんねんね。で、その裁量面積で何ぞやいう話だけど、要はね、裁判官の面積不許可事由、面積不許可事由、要は面積にならへんことでね、面積にならんと破産しても面積にならんと借金はチャラになれへんですね。この面積不許可事由、そのあんた 面積不許可やと借金はチャラにできへんっていうことでも、裁量面積、裁判所は経緯や事情を考慮して面積許可の決定を出すことができる。裁判所は経緯や事情を考慮して面積許可の決定を出すことができるという旨の記載があります。これを裁量面積と言います。面積不許可事由があっても実際のところほとんどの人がこの裁量面積を受けています。いや、もうそういうことですね。理由は何でも、ギャンブルでできた借金でも、株で負けた借金でも、ブランドも買いあさった借金でも、何でも要は反省してれば裁量面積受けれるんですね。私は2回受けてますんでね、自慢じゃないですけど。ということですね。これね、もうここで、裁量面積に必要な深い反省と堅実な生活。これ、面積不許可事由なる破産者の場合、破産手続き開始決定と同時に、破産管財人という弁護士が別途選任され、って書いてありませんか。その破産管財人が付けられて、借金及びその原因となった株取引について深く反省している。借金の原因となった株取引がすでに手を引き堅実な生活を送り始めている。ということで、この裁量面積になるっていうことなんですけど、この破産管財人が付く言うたらね、難儀っていうか高いんですよ、これ。通常の弁護士さんに払う費用の倍どころか、倍以上かかると思うんでね。ちなみに私は2回とも破産管財にはついてません。浪費なんですけど、そこは、適当じゃないけど、浪費じゃないことで、やってるんですね。だから、そうやね。裁量面積というよりも、言い切るんですよね。浪費じゃないこと。弁護士さんにも言い切ってもらうんですよ。ほんで、そのできた借金の理由をつける。これが、犯罪にもつかないし、っていうことですね。だから、だから、この、安く済ませようと思えれば、そういうことですね。どういうことやねん、みたいな。まとまって話せ、みたいな。まあ、そういうことですよ。またちょっとまとまりないんやけど。このサイトを、ね、コロナで大負けしてる人、このサイト見てください。下に貼ってますんでね。下に、ここの URL 貼っておきますんで。あと、これ関東やね。関東の事務所やね。けど関西のところでも一緒ですわ。はい。そういう感じです。また、まあ、説明下手なんでね、分かりにくかったと思うんですけど、またメールもらえれば、お返事させてもらいますんで。はい。以上です。要は、どんな理由でも自己破産できるいうことです。ただ、犯罪につけへんように、ちょっと頭使わなあかんということです。以上です。以上、総代。失礼します。